スコット・ペリーはアメリカ合衆国のテレビジャーナリスト、アンカーパーソン。フルネームはスコット・キャメロン・ペリー。2011年6月6日から CBS イブニングニュース平日版アンカーを務めていた。1975年テキサス州ラボックにある ABC 系列の放送局コンシーに報道記者として入社。その後、同州フォートワース、ダラス勤務を経て、 1989年、CBS に入社する。湾岸戦争、1992年、アメリカ合衆国大統領選挙、世界貿易センター爆破事件、オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件などを取材した。1997年から1999年にかけて CBS ホワイトハウス担当主席特配を担当し、当時の大統領ビル・クリントンに発生した。 フリンスキャンダル報道の第一人者となった。1999年、ホワイトハウス担当から60ミニッツ2特配に移動し、2000年には当時の大統領ジョージ w ・ W ブッシュにインタビューする。2011年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件では、ワールドトレードセンターの崩壊を中継した。同時多発テロ事件から1年となった2002年9月11日には、 再びブッシュに単独インタビューしている。2003年には60ミニッツに移動し、2008年から2009年にかけての経済崩壊やアフガン戦争、イラク戦争の取材など、国内外を問わずテレビジャーナリストとして精力的に活動。地球温暖化問題に関連して南極大陸と北極にも赴いた。ペリーの取材活動は国内外を問わず多岐にわたるが、 本人は中でも戦争報道に力を入れている。クウェート侵攻、湾岸戦争、ユーゴスラビア紛争、アフガニスタンにおけるターリバーンの活動などをそれぞれ現地取材。2006年と2007年にはダルフール紛争での大量虐殺を報告した。2011年6月6日、ケーティクーリックの公認として CBS イブニングニュース平日版の5代目アンカーに就任する。 2017年6月16日の放送をもって CBS イブニングニュースを優退したが60ミニッツの特派員は続投している。ありがとうございます。